はい、こんにちは。今回はカッターで鉛筆の削り方を紹介します。鉛筆を、削るんですけど、ちょっとこっちも削ってあるんで、代わりにちょっとこちらで削ってみようと思います。で、カッターを持つ方は右手です。で、鉛筆を持つのは左手で持ちます。では、実際に削っていきます。まず、カッターの刃を出して、で、ロックをかけます。で、これで、カッターが動かないようにします。そして右手で持って、左手で鉛筆を持ちます。そして刃をこのように裏返して、鉛筆の芯を出す方向に合わせて、で削っていきます。で、普通の人は最初カッターの刃の方に力を入れて削ってしまうんですけど、本来は右手にカッターを持ってる手の方は力を入れずに、もう手を添えるだけのようにします。で、鉛筆を持っている左手の方をの鉛筆をしっかりと握ります。そして親指をカッターの刃の、この部分ですね、この辺りに当てて削っていきます。そしてその際に、鉛筆を親指で、あ、じゃなくて、鉛筆を、カッターを鉛筆で、カッターを親指で押すようにして削っていきます。右手は添えるだけで、こう鉛筆を強く持って、で、鉛筆を、カッターを押すように削っていきます。で、ちょっと一周ぐらい削ってみました。で、こちらから見ると芯のところまでまだまだ距離もありますので、まだ何回も削っていきます。で、鉛筆のこの木の見える部分に関してなんですけど、ここは結構長めに取ります。デッサンする時とかでも長めにここは削るようになっております。で、芯も長めに出るようにします。そうすると、いろいろと書きやすくなるので、基本的にそのようにします。じゃあ、ちょっと長めに削っていきます。カッターを持つ手は添えるだけで、鉛筆を持つ方を強く持って、鉛筆を押すように、カッターを押すようにして削っていきます。で、だんだんこちらに行くほど、こう先っちょが尖っていくようにして削っていきます。で、だんだん鉛筆が見えてきました。鉛筆の芯が見えてきました。で、芯が出ましたら、この芯を折ってしまわないようにします。なんで、ここを削るときは優しく削ります。気をつけて削ります。で、先っちょが丸くやなくて、尖るように削っていきます。ね。で、ここも、ちょっとまだ形がおかしいんで、これだと鉛筆で塗った際にここに引っかかって鉛筆で塗れなくなるので、ここもきれいに尖らせていくように削っていきます。
このあたりをちょっときれいに形を三角尖るように削っていきます。で、これ実際に削るときは手を切る可能性がありますので、必ず小学生とか中学生のお子さんが削るときは親の同伴で削るようにお願いします。これで芯が出ました。これでこの状態ですといろいろと塗りやすいです。実際こっちだとこういうふうに普通の鉛筆削りだとこういうふうに塗れるんですけど、こっちでしたらもっと角度をつけて塗ることができますんで、いろいろと使い方が便利です。でデッサンするときは本来はこれぐらい削って鉛筆で描くようになっております。でぜひ一度皆さんも一回体験でカッターで鉛筆を削ってみてください。では見てくださってありがとうございました。